次に青柳仁志君、はい、青柳君。日本維新の会の青柳仁志です。万国郵便連合憲章の第10および第11追加議定書等に関する条約についてまずは質問させていただきます。今回法律案条約の中でですね、国際郵便分野を取り巻く環境の変化ということで e コマースの市場規模拡大等ということが書かれておりますけれども、まあ、これは全くその通りで、まあ郵便というものがですね、まあ、多くはこう e コマースあるいはこうウェブの空間の中で行われるようになってきているという中で、この電子上のやり取りが増えるとですね、書状の国際通常郵便物も減少すると。一方で e コマースの市場拡大に伴って国際小包み郵便物は増加しているということがまあありますと。まあ、万国郵便連合においてですね、取扱量の増減を含む物流の在り方の変遷ということがある中において、まあ組織そのものの人員の増減あるいは体制の整備等の努力を行うべきではないかと考えております。これは何を申し上げているかというとですね、私自身もかつて国連で働いていたことがありますが、国連という組織はですね、生まれるんですが死なないんですね。たくさんいろいろなですね、組織が今回今国際情勢がこういう状況なのでこういう組織が必要だ、こういう部署が必要だ、こういう人が必要だということでどんどん人とか組織が増えていくんですけど、役割を終えてもですね、削られていかないんです。なんかそのまま残って新しい役割はこうだとかですね、まあ、結果的に非常に重複が多いと。これは国連自身も認めておりますが、スクラップ&ビルドが、まあ、基本だと思うんですが、このスクラップが極めて下手な組織が国連だと思うんですね。今回のですね、この万国郵便連合憲章の改定に関してもですね、これ UPU という組織もこれだけインターネットが普及してですね、この小包みとですね、これ郵便物の内容が変わってきている中において、まあ、当然のように組織の改変、不必要になった人員に関しては当然削っていくということを含めてやっていくべきだと思うんですが、このあたりの動きというのは具体的にどのようになっているんでしょうか。赤堀地球規模課題審議官。お答えいたします。近年の電子商取引の市場規模拡大により国際郵便分野では郵便事業者以外の民間事業者等が万国郵便連合に積極的に関与する必要性が認識されてきております。今回の改正により組織改革が行われ、 UPU で理事会に助言を行う諮問委員会がに利害関係者が参加しやすくなるという改革例がございます。また国際郵便の取り扱い量増大を受け、郵便輸送の環境負荷への懸念が高まっております。これに対し UPU は環境に優しい郵便ネットワークの普及を推進しており、我が国も UPU の環境対策事業に専門家を派遣すると取り組んでおります。このように UPU では国際物流の変化に応じた体制整備の努力を行っており、我が国としても今後も自らの知見人材等を活用しつつ支援していく予定でございます。青柳仁志君。私、人数の増減等ということについてお伺いしたつもりだったんですが、今のお答えはですね、まあ、この条約案に書いてある通りなんですけれども、新しいこの民間事業を含めた議論できる体制を作っていく、それはまあもちろんそれで構わないんですが、これ UPU 自身の人員というところに何か変化はあったんでしょうか。赤堀地球規模課題審議官。答え申し上げます。今回の改正に伴う直接の変化ということは承知しておりません。青柳仁志君。だからそれがおかしいと思うんですよね。国際機関は常にそうなんですが、役割が大きく変遷しました。この紙にも書いてあります。これ外務省からもらった紙ですよ。e コマースの市場規模拡大等によって国際郵便分野を取り巻く環境の変化、非常に大きな環境の変化がありますと書いてあるわけです。当然この組織もやること、仕事の内容が大きく変わってるんですから、それは人員の配置だとか体制だとか、また人数に関しても変わっていくのが当たり前だと思うんですけれども、この点についてはどう考えますか。はい、赤堀地球規模課題審議官。お答えいたします。ご指摘も踏まえてですね、最適な、組織、どうあるべきかについて関係省庁と連携して検討したいと思います。青柳仁志君。外務省のですね、国連に対する態度ってやっぱ甘いと思うんですね。毎年毎年、昨年度これぐらいの予算が渡していたから、今年も大体それをベースにですね、為替だけを、まあ、最初は考えて、まあ、渡していくような仕組みになっていると思うんですけれども、そうではなくてですね、これイギリスなんかは違うんですね。
イギリスはパフォーマンス評価とかやっていて、各国際機関がどれだけその自国の国益の役に立っているのか、今年度の政策アジェンダにどれだけ役に立っているのかということをきちんと評価した上で、その分担金、各、まあ、国連の分担金はこれは変わらないと思いますけれども、各専門機関であるとか、ファンズ&プログラムに対する予算というのは、そういったパフォーマンスをベースに算出しているんです。でこれはイギリスだけじゃなくて、アメリカはもっと大々的にやってますが、その他のです、ね、小さなオランダとかです、ね、そういう国であっても、そういう評価を言ってやりながら行っております。こうしたです、ね、中身をきちんと見た上で、その UPU に対しての支援をどうするのかということを、ぜひこう外務省の方でも考えていただきたいと思っています。また関連しまして、こうした物流のあり方の変遷を受けて、今後のバンコク郵便連合に関する体制の整備やルール作りについて、どうあるべきだと日本政府として考え、またどう働きかけるかについて、外務大臣のご見解をお伺いします。林外務大臣。バンコク郵便連合は、世界で最も古い国際機関の一つでありまして、公共インフラとしてのですね、国際郵便制度の発展に重要な役割を果たしてきたわけでございます。今ご指摘があったように、国際的な電子商取引の拡大を受けましてですね、UPU においても時代に即した国際郵便業務のあり方、これを検討する必要が生じておりまして、近年ではこのグローバル物流の分野でもですね、大変重要な役割を果たしております。この今年メトキ事務局長がトップとしてですね、就任をしておりまして、事務局長の出身国ということでもあるわけでございますので、専門家の派遣、また日本独自の知見、こういうものを生かしながらですね、UPU の体制整備、また会議等においてですね、このルール作りに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。青柳仁志君。日本人が事務局長を務めているということで、それだけの分担金を支払っているわけですから、当然、そういった幹部ポストを取っていくというのは当然のことだと思うんですが、ぜひですね、この民間を入れた議論の場を、委員会を作るだとかですね、それから今、大臣おっしゃったような、そういう、なんていうんでしょうね、日本政府としての意見をきちんと申し伝えていくというだけではなくて、きちんと組織に手を入れていただきたいんですね。国連という組織はやっぱりですね、現場で頑張っている方々は本当に頑張ってます。でこれはもう今もウクライナでもそうだと思いますが、UNHCR だとか、WFP だとかですね、そういった現場でやっている方々は本当に危険な中で走り回ってですね、毎日毎日汗を流しながらやっていると思いますが、特に本部だとか、アドミに関わっている方々っていうのはですね、非常に緊張感のない中で、本当にこの業務は必要なんだろうかということを、自問自答しながら仕事している人も少なくないというふうに私は承知しております。これはですね、そういう仕組み的に仕方がないところあるんですが、民間企業だったらありえないと思うんですね。これだけ先ほど大臣おっしゃいましたが、グローバル物流ということで、これだけ大きく市場環境が変わってきている、業務の内容が変わってきている、そしてそれに対してのこういう体制も変わってきている中で、当然ですが必要とされる人間の専門性、あるいは数、これ変わって当たり前ですから、民間企業だったらとっくにそんなことやってたら潰れてますから、そんな企業は。ですから、その社会変化、市場環境変化にしっかりと適切に合わせた形での人員とか体制というところまでちゃんと目口を出していかないと。これ国際機関に対してそういうことをやっていないのは、日本だけとは言いませんけれども、多くの国がやっていますので、イギリス、オランダをはじめとしてですね、ある意味日本はですね、行くと歓迎されるんですけれども、それは口出ししないから歓迎されているだけであって、本来国民の、これ全部税金ですから、税金で支払っている、この我々国民のから集めた税金で国連分担金、あるいはその他の負担金というのは出しているわけですから、そこの説明責任をきちんと求めていく、また必要な変化を促していくというのは当然のことだと思いますので、これはぜひこの UPU に限らずですね、ご検討いただきたいと思っております。またちょっと関連しましてですね、その国連の役割ということについて、ウクライナ危機を踏まえた形でご質問させていただきたいと思います。まずですね、結論から申し上げるとですね、今の国連というのはですね、日本にとっての戦争抑止力、防衛力としては機能していないと私は考えております。で、そういった中において、日本政府としてですね、まず日本が将来ロシアのような核を持つ大国の侵略を受けるリスク、これはあるというふうに考えておられますでしょうか。林外務大臣。
このロシアのような核を持つ大国が日本を侵略するかと、まあ、仮定の質問にお答えすることは差し替えたいと思いますが、この我が国を取り巻く安全保障環境についてということで申し上げますれば、北朝鮮による核・ミサイル開発、東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試み、軍事バランスの変化による緊張の高まりなどですね、厳しさと不確実性を増しているわけでございます。この今回のウクライナ侵略のような力による一方的な現状変更、これをインド太平洋地域、とりわけ東アジアで許してはならないと、これが今後日本の外交安全保障を考えていく上で、最も重要な点であると考えております。政府としていかなる事態に対しても対応できるようにですね、万全を期してまいりたいと考えております。青柳仁士君。今 の, あのご答弁の中で、まあ、あの国際情勢として厳しさと不確実性が増しているということ、そしてまた、力による現状変更が、まあ、現状、ウクライナにおいては行われていると、ロシアによる大国によりですね、そしてこれを、まあ、アジアに広げてはならないという認識を外務大臣としてはお持ちということですから、これ、はっきりと仮定の質問ということでお答えはいただいていませんが、まあ、これは普通に考えればですね、当然こう日本に対してもこうした大国の侵略を受けるリスクがあるという認識を持っているというふうに考えるのは普通ではないかなと思います。ただまずそこからお話をスタートさせていただきたいんですけれども、ウクライナの危機はですね、我々は日本に3つのことを教えているというふうに考えています。これは我が党の緊急提言等でも繰り返し申し上げてきたことではありますが、改めてこの場で申し上げますと、第一にはですね、戦後の世界の平和を担ってきた国連安保理を中心とする国際秩序は機能不全に陥っているということ、まあ、したがって、現在の国際情勢下においても、まあ、大国による核兵器による威嚇や侵略のリスクが現実に存在するということです。2つ目はですね、核保有国が仕掛ける戦争に対してアメリカは極めて及び腰であると、これまで我が国の安全保障上の唯一の拠り所であった日米同盟は将来にわたっての絶対的な抑止力防衛力とは言い難い状況にあるということで、3つ目はですね、現代の戦争はハイブリッド戦であって、日本の軍事以外のハイブリッド戦に対する対処能力は極めて脆弱であると、先ほど先日成立したばかりの経済安全保障もですね、我が党からたびたび指摘させていただいたとおり、極めてこの防御力としては弱いものにとどまっているというふうに認識しています。こうした中で、日本はロシア、中国、韓国と領土問題を抱えています。また北朝鮮からは軍事的挑発をたびたび受けているということで、ほぼすべての周辺国と問題を抱えている状況にあります。で、こうしたウクライナ危機によって不安定化した国際情勢下で、紛争勃発のリスクは世界的に高まっていると考えるのが自然だと思っています。こうした中ですね、もうすでに世論調査等にも現れておりますが、この収束の見えないウクライナ危機を背景に、多くの国民が安全保障に対して現実の脅威として不安を抱いているという状況があるかと思います。我々のこの政治のサイドはですね、当然のことながらこうした国民の不安に応えていく義務があろうかと思いますが、私はですね、最初に申し上げたいんですが、それに対して現状ですね、今の外務省をはじめとするですね、省庁はですね、そういった国民の不安に十分に応えていないと思っております。またですね、それに対してベストを尽くしてもいないというふうに考えております。それについて今ご質問させていただきたいと思います。でまず日本はですね、専守防衛ということでウクライナのような反撃力は持ってないわけであります。でそうなるとですね、日本を守っているものは何かという話になるんですが、これは今国連安保理は機能しておりません。日米同盟の抑止力、対処力というのは先ほど申し上げたとおり、核兵器保有国に対してはアメリカは極めて及び腰であるということが、今回、日本の周辺国も見てますから、もう分かりましたということですね。クアッド、G7、G7 はもともと軍事同盟ではありませんし、クアッドはインドのこうした極めてネガティブな姿勢というのが最近目立っているというふうに考えています。こうした国際的な枠組みはですね、世界の国連安保理に代わる安全保障機構としての位置づけには、ないし、その力もないというふうに認識しております。でという中でですね、ロシアのような侵略国に、日本が万が一攻められた場合、これは何の対処もできずに、国民の生命と財産がですね、奪われてしまうという状況にあるんではないかと思っております。こういう認識のもとでですね、日本政府として、政府与党、そして外務省として、
国民の生命と財産を守るために日本が他国からの侵略を止める力というのは何であるかを現状考えているでしょうか。林外務大臣。今般のロシアの暴挙、これはヨーロッパのみならずですね、世界の秩序、平和に対する挑戦であり、われわれは今回の暴挙を我がこととして捉え、対応していかなければならないと考えております。このロシアによるウクライナ侵略、そして一層厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障環境、これも踏まえながら、まず我が国として、あくまで現実的に検討した上で、国民の生命と財産を断固として守り抜くため、新たな国家安全保障戦略等の3文書、これを策定し、日本自身の防衛力を抜本的に強化をしてまいります。また、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化をしてまいります。今年の1月でございますが、私自身も出席をいたしました、この日米安全保障協議委員会、日米2プラス2でございますが、まあ、ここにおいてもですね、日米同盟の抑止力、対処力を抜本的に強化するための具体的な議論を進めるということを確認したところでございます。さらに豪州、インド、ASEAN、欧州、こういった同志国とも連携して、まあ、G7 や日米豪印の取り組み等も活用しながら、自由で開かれたインド太平洋、この実現に向けた取り組みを戦略的に推進をいたしまして、地域の平和と繁栄に貢献してまいりたいと考えております。青柳仁志君。我がこととしてとおっしゃいましたけれども、我がことについて質問をさせていただいています。今おっしゃっていたこの防衛三文書を抜本的に見直すであるとか、日米同盟の対処力を強化してくれて、これからどうするかというお話ですから、私の質問には答えていないと思います。もう一度伺いますが、日本の国民と生命を財産と、国民の生命と財産を守るのが、日本の安全保障、外交の重要な目的だと思いますけれども、現状、そうしたものを守っている、日本が他国からの侵略を止めている力というのは、現在、どういう力であると考えていますか。林外務大臣。先ほどご答弁をいたしましたようにですね、まずはこの三文書を策定して防衛力を抜本的に強化をしていくと申し上げましたけれども、今現在防衛力がないというわけではなくて、今あるものをさらに強化をしていくという意味で申し上げたところでございます。また日米同盟の抑止力対処力、これも同趣旨でございまして、この抜本的に強化をするために議論を進めるということでございますが、今現にこの日米同盟の抑止力対処力というものはこのあるという認識の上で、さらに強化をする具体的な議論を進めるということを確認したところでございます。青柳仁志君。その軍事力を含むですね、対処力に不安があるので、こういう質問をさせていただいているんです。日米同盟の対処力、抑止力があるというのは、それは当然だと思います。それなかったらそもそもやっている必要がないわけで、この委員会でも先日、その思いやり予選、新たに名前が変わりましたけれども、そこ、賛成、我が党もさせていただいているわけですから、そういった予算は当然、そういった日米同盟の対処力を強化するためのものだと考えておりますので、それは当然のようにやっていくんですが、申し上げているのは、そういった状況であってもですね、今、ウクライナの状況を見ますと、核による脅しをしたときに、アメリカがですね、その適切に対応してくれないのではないかと、多くの国民が考えているということを申し上げているんです。で、それに対する明確な回答は、政府の方からは出せていない。また、軍事力が、軍事力、対処力、おっしゃいました、防衛力が、防衛力があるとおっしゃいましたけれども、今、まさに与党の中でも議論されていると思いますが、敵基地攻撃能力、あるいは反撃力、攻撃力といったようなものは自衛隊は持っていないわけですから、これによって十分な抑止力なのかどうかというのは、現状、疑問があると思うんですね。そうした中で、何が国民を守っているんですか、現在はということをお伺いしたんですが、これについて、また同じような答弁になると思いますので、これで終わりにさせていただきますが、いずれにしましてもですね、こういった非常に我が国の対処力、日米同盟や自衛隊の軍事力というものが不安視されている、少なくとも国民はみんな思ってますよ、今現状を見て、それで完全に安心だと思っている人なんかほとんどいないです。ですから、そういった中において、
やはりこの国際秩序というものは極めて重要なんじゃないかと思うんです。日本がその実際にですね、軍事力でもって相手をやり返す、あるいはその水際の対処をしていくということの前に、そもそも戦争が起きないような国際秩序を作る、あるいは戦争を起こした国に対しては強烈な制裁を世界中から受けてしまうような仕組みを作っていくということが、まあ、日本を守ることになるのではないかと考えているわけです。まあ、その役割の最も重要な組織というのが、まあ、本来は国連安保理であるはずなんですけれども、それが全く機能していないので問題があるのではないかというふうに考えているところです。で、まあ、そういった中でですね、今回、国連安保理はですね、まあ、本当に何度も申し上げますが、全く機能していないわけですが、これ抑止力、対処力という意味では全く対処役に立っていないわけですが、まあ、じゃあ今の国連安保理ですね、昨日ちょうどリヒテンシュタインが提案した、まあ、我が国も賛同したということですけれども、まあ、そういった提案によって、拒否権を発動した国に対する説明責任を、まあ、10日以内に国連総会で求めるということを決めたということですが、まあ、私正直、まあ、前進ではあるけれども意味がないと思っていますと、これは多くの関係者がそう思っていると思いますが、まあ、なぜならまず説明責任はないんですね、これ P5 に説明はしなくてもいい、ただ10日以内に総会が開かれるということが決まっただけです。また説明責任が仮にあったとしても、今回のロシアみたいな国がそれに対してですね、きちっとした対応するとはとても思えません。ですので、まあ、こういった形での改革ではその戦争を起こさない仕組みとしての国連安保理というものとしてはですね、極めて不十分だと思います。まあ、そういった中で日本政府としてはですね、今回の対処について、まあ、十分だと考えているのかも含めて、国連安保理がどう変われば今回のロシアの暴挙のような事案を今後止めることができるというふうに考えているんでしょうか。委員長。はい、林外務大臣。先の大戦後、この大国間での戦争をですね、二度と起こさないための組織、として創設されたのが国連でございまして、安保理の構成国の権限、また責任を含めてですね、国連憲章で定めて、まあ、これが一体となって、国連の目的である国際の平和および安全の維持等に奉仕することが意図されていると、理解をしております。で、一方でですね、そこにさまざまな制約がありまして、このどのようにすればロシアの暴挙のような事実を止められるかについて一概に申し上げることは困難でございます。まあ、例えばですね、安保理ではロシア軍の侵略を遺憾とし即時撤退を求める決議案が提出をされたわけでございますが、ロシアの拒否権行使による採択をされなかったわけでございます。このように今回のロシアの一連の行動、これはですね、国連憲章上常任理事国であるロシアの同意なくしてはロシアの権利及び特権の停止や国連憲章の改正ができないというですね、まあ、国連が抱える問題を改めて提起をするものでございます。我が国としては安保理改革の実現に向けて、まあ、全力を挙げていく考えであり、その方途についてですね、不断に検討していく考えでございます。青柳仁士君。拒否権を持つ五大国が国連改革の決定権を持っているから国連改革は進まない、それはおっしゃる通りだと思います。ただですね、お聞きしたのはそういうことではなくて、まずじゃあちょっと質問をですね、一つ前に戻しますが、今回のこのウクライナの危機に対して、まあ、国連としてさまざまな対応をしています。人道支援とかそういう話は置いといて、抑止力対処力としての国連の動きというのはいろいろなことをやっています。今もグテレス事務総長がロシアに行っておりますけれども、まあ、そういった一連の国連安保理の動きについて外務省としてはどう評価しているんですか。はい、遠藤総合外交政策局審議官。お答え申し上げます。今回、のロシアによるウクライナ侵略、これは申し上げるまでもなく、明白な国際法違反というところでございまして、断じて、許容できるところではございません。で、そうした中で、安保理におきましては、
先ほどもご答弁ございましたですけれども、ロシア軍の侵略を遺憾とし、即時撤退を求める決議案というものについては、ロシアの拒否権行使による採択されなかったという状況がございます。そうした中で、国連におきましては、まさに別途、国連総会の緊急特別会合が行われまして、ウクライナに対する侵略決議、さらには、人道上の決議、人道上の影響についての決議が、ともに140以上の多数の採決を、宣誓を得て、採択され、ロシアの侵略に対する国際社会の、強い意思が改めて示されたというところでございます。そうした中におきまして、国連というところで、さまざまな制約はある中ではございますけれども、現在の事態に対処しようと努力をしておるというところと認識しております。青柳仁志君、私の質問に全然答えてないと思うんですね。今おっしゃったのは、国連が何をしたかというその事実関係を言っただけですよね。私は外務省の評価を聞いているんです。だから決議案を出したけれども、ロシアの反対によって国連安保理では通らなかった。またその後、国連総会の方で特別緊急会合を開きましたけど、これはまあ実効性の伴わない決議ですから、結果的にはロシアに対しての効力はなかったわけですけど、こんなことはみんな誰でも知っている話なんです。ですから、それを踏まえて、外務省としては今回のこのウクライナ危機に対する、だって国連安保理っていうのは世界の戦争をなくすための組織ですから、本来業務です。本来の存在意義ですよ。目的ですよ。先ほど外務大臣おっしゃいましたね。第二次世界大戦後の世界を平和にするためにあるんだと。だからそれ本来業務ですね。その本来業務を果たせているのかどうかということについて、外務省はどう評価しているんですかというふうにお伺いしたいんです。もう一度お願いします。はい、遠藤審議官。お答え申し上げます。先生おっしゃられるとおり、まさに国連安全保障理事会は、国連憲章上も国際の平和と安全につきまして、主要な責任を有しておるという機関でございます。その機関におきまして、現下の状況に対しまして、さまざまな制約がある中 ではございますけれども、安全保障理事会の理事国、等々をさまざまな形での対処をしようとしておるという状況かと認識しております。青柳仁志君。ですから、状況の報告ではなくて、外務省の評価を聞いてるんです。じゃあ、そういう状況なので、一生懸命やっているので、国連として一定の役割を果たしていると、そういう評価をしているというふうに理解してよろしいですか。委員長、林外務大臣。この先ほど申し上げたところでございますが、この大戦後ですね、最初にこの憲章を作るときの歴史的な経緯というのは、委員もよくご承知のとおりだろうと思いますが、そのときにある意味で、この重要な役割を果たした、これは皮肉を込めてですが、そのロシアがですね、今回、国連憲章上常任理事国であるロシアの同意なくしては、ロシアの権利および特権の停止や国連の改正ができない、この国連が抱える問題を改めて提起をするというふうに申し上げさせていただきました。今、それが我々がこの受け止めとして申し上げておることでございまして、したがって安保理改革の実現に向けて全力を挙げなければならないと、こういうふうに考えております。青柳仁志君。やっぱりちょっと聞いていることか、答弁が返ってこないん です、ね、なかなかキャッチボールができないんですけれども、外務省としての評価を知りたいんですね。よくやってると思っているのか、あるいはやはり現状を変える力にはなってないと考えているのかというのを聞いているんですけれども、ちょっと次の質問に移りますけれども、ということで、今、林大臣おっしゃいましたが、国連安保理改革を行っていこうということを言っているわけですけれども、今の質問とは非常に強く関わるわけですが。国連安保理改革というのは、これまでも日本はやってきたわけです。その目的というのは何だったんでしょう。また、これまでどんな成果があったと、日本政府として認識しているんでしょうか。はい、遠藤、審議官。お答え申し上げます。
1945年、国連が創設されて以来75年以上を経過いたしますですけれども、加盟国の数、約4倍に増えるなど、国際社会の構図、大きく変化したところでございます。しかしながら、安保理の構成、ほとんど変化していない。安保理改革の目的についてお尋ねでございますけれども、安保理の構成が現在の国際社会の現実を反映するよう改革し、安保理の正当性と代表性を向上させることで、増大する国際社会の課題により効果的に対処できるようにすることであると認識しております。そのためには、常任及び非常任の双方の議席を拡大することが重要と考えております。こうした問題意識を共有するブラジル、ドイツ、インドとともに G4 という枠組みでも安保理改革に取り組んできておるところでございますですし、2010年以降毎年 G4 の外相会合または首脳会合を開催いたしまして連携を強化してきておるというところでございます。またアフリカ共通ポジションへの支持を表明いたしまして、アフリカをはじめとする関係国とも協働しながら改革の早期実現のための協力で一致しておるというところでございます。従来から各グループ、さまざまなアイデアを提起しておるというところでございまして、こうした異なる立場を修練するための場といたしまして、国連総会のもとに政府間交渉の場が設置されております。我が国はこの場におきましても、具体的な成果を目指して、各国との議論を積極的にリードしてきているというところでございます。こうした取り組みもあって、安保理が現状のままではいけないと。いう問題意識は各国に広く共有されているところと認識しております。決して簡単な課題ではございませんが、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。青柳仁君、ちょっとびっくりしたんですけれども、今日は今ちょっと理解を確認させてもらいたいんですが、国連改革のじゃあ日本政府としての目的っていうのは、国連加盟国の数が増えたので、その増えた数に応じた国連安保理の常任理事国と非常任理事国の議席数を増やすことであるというふうに今理解したんですけど、そういう理解でよろしいですか。はい、遠藤審議官。改めて申し述べさせていただきますと、安保理の正当性と代表性を向上させるということで、増大する国際社会の諸課題により効果的に対処できるようにするということが重要と考えておりまして、そのためにも国際社会の現実を反映するような組織に改革していくべきというふうに考えておるという次第でございます。青柳仁君、ちょっと議席の数が増えるということと諸課題に適切に対応というのはちょっとつながらない気がするんですけど、要するにその議席の数を増やすということだというふうに今おっしゃってたと思うんですね。で、その発想が最初に私申し上げたんですけど、今の国民の不安に応えてないと申し上げたいんですよ。外務省の中はそういう常識で動いてるのかもしれませんけど、国民はみんな今ウクライナの状況を見て不安に思ってるんです。で、そういう中で国連安保理が全く機能していないっていうのをみんなそう思ってますし、で、それをどう変えていくのか、機能する安保理をどう作っていくのかと、機能しないんだったら他の枠組みをどう考えるのか、そういう議論をすべきなんじゃないですか。議席の数が増える増えないとか、そういうことなんですかね。また議論のその議席の数が増えたから諸課題の対処能力が増すって、これはですね、これはなんていうか、こう学生でも分かるような論理のつながりがないですよ。これ意見の集約ができづらくなって諸課題の対応が遅れることだってありえますよね。ここに因果関係は全くないですね。ですから、その議席の数を増やすという目的で国連改革を行った、そもそも目的が間違っているというか、手段と目的が逆転しているんじゃないですかというふうに思います。またですね、成果があったかということを私お伺いさせていただいたんですけれども、なんか今の話だとですね、結局議席は増えてないんですよ。非常任理事国が増えましたね。常任理事国が増えてないわけですよ。だから成果ないんですよ。で、今はおっしゃってましたけど、なんか広くそういった目標とか方向性が共有されたって言いましたけど、これどうやって分かるんですか。共有されてるかどうか分かんないですね。逆の意見を持つ人が増えたかもしれないし、それどうやって外務省は証明するんですか。これ非常に問題があると思います。私何度も今日も時間なくなりましたから、残りの問題また別途やらせていただきますけれども、これ外務省と日本今の政府与党がやっている方向性っていうのはですね、国民の不安に応えてないんです。これを強調させていただきたいんです。その議席が増えるかどうかは誰も興味がないんです。
そうではなくて、その我が国の国民の生命と財産を守れていない現状に対して、守れるような国際秩序を作れるか、国連安保理を変えられるか、変えられないんだったら、新しい国際平和維持機構をどう作るかということにみんな興味があるんです。ぜひそういうですね、本質的な目的を目指した外交政策をですね、実施していただきたいと思っております。私からの本日の、質問は以上で終了します。ありがとうございました。次に鈴木